皆さんこんにちは、中川ゆきです。忘年会シーズンで暴飲暴食、ぽっこりお腹が膨らんでしまったあなた、徹底的にこのお腹を引き締める腹筋メニューを今日は組んでますから楽しみにしておいてください。今腹筋嫌だなと思って動画をスキップしようとしましたね。それは NG です。というのもこの動画を開いたあなたには選択肢が2つあります。それはやるかやるかです。そう、やるかやらないかという選択肢ではないので注意をしてください。そしてこの選択肢に対する返事はイエスかはいです。そう、もうやるしかないんです。ということで今日はね、一緒に腹筋追い込んでいきましょう。寝転んだ状態で上半身を起こしていきます。しっかりとへそを覗き込むように、腰の隙間は手のひら1枚、下っ腹に力を入れてカールアップ。深く息を吐いて吸って吐いて吸って、お腹に力が入る感覚ありますか？膝開いたり閉じたりしてませんか？足はつま先かかと、膝が拳1個幅です。足の歪みまで気をつけてください。いいですよ。そうそう、そこまで意識できるあなたは素晴らしいです。意識が高いですね。その調子その調子。へそを見るときにしっかりお腹が引っ込む感覚も感じ取ってください。たくさん上げすぎる必要はないですよ。首も辛いときは休憩しながらで大丈夫。慣れてくると首の辛さは減っていきます。今度は体を起こしてツイストしていきます。上半身をねじるときにお腹をしっかり意識していきましょう。脇腹のくびれを作るツイスト、キープするだけでも結構きついですね。いいですよ。脇腹のあたりのお肉にギュッと刺激を入れていきます。手は大きく上下に動かして、そして胸が横向くぐらいねじってください。胸をしっかり左右に揺らす。手だけでごまかさない。そうそう、このあたり腹斜筋、脇腹の筋肉使ってますね。皆さん見えてますからね、ごまかさないようにしっかり胸ごとひねってください。ナイス、その調子です。呼吸もできてますね。吸って吐いて吸って吐いて、自分のペースでいいですから、しっかり呼吸をしながら。さあ、もう一息です。足を前後に入れ替えていきます。シザース、この動き結構お腹に効いてきます。腰が痛い人は膝曲げたままでもいいです。足を前後に入れ替えてハサミのようにチョキチョキ動かします。シザースと言いますが、お腹にしっかり負荷がかかります。また腹筋が苦手な方は腰が辛くなりますから、そういった時は両膝曲げた状態で動かしてください。人と比べる必要はありません。昨日の自分よりも1ミリ成長していきましょう。やってるうちにちょっとずつできるように変わっていきますよ。そうです、そうです、その調子。お腹に力が入ります。首肩がだるくなっちゃう人は頭の後ろにタオルや枕を引いてもらうと首の力は抜けてきますよ。ナイス、深呼吸しながらもう一息、あとちょっと。そう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 、いい感じです。今度はねじりを加えていきます。足を万字型にして上半身ツイスト、脇腹を使いましょう。しっかりと体を雑巾絞りするようにぎゅーっとねじっていきます。上半身と下半身にしっかりとねじれを作って、よいしょ、無駄な脇腹のお肉ぎゅっと絞り上げていきます。どうですか、お腹力入ってますか？イメージはへそは正面に残したまま、みぞおちや胸から上をしっかり後ろにツイストします。いいですよ、その調子。もう一息、どのぐらい後ろが見えますか？脇腹使ってしっかり振り返る。たくさん見れるようになってくると、どんどん脇腹の筋肉が締まっていきます。見える景色も覚えておいてくださいね。反対側をするときはこっちも同じように後ろの見える景色チェックしてください。左右差はないですか？いきましょう。深くツイスト、しっかりとねじりを加えて、使っている筋肉わかりますね。脇腹です。地面側の特にお腹の横、この辺りも使ってますね。そうです、筋肉が喜んでいます。その調子その調子。深くツイスト、まだまだねじれる。
そうです。もう無理だと思ったらそこからがスタート。限界は超えるためにあります。そうです。そうやって毎日1ミリずつ成長していきます。もう一息深く息を吸って、吐いて、長く吸って、吐いて、いいですよ、その調子。ねじりがどんどん深まっていきます。 OK、 いい感じです。さあ頑張りました。では使った筋肉をしっかりストレッチ。一人でナイキのマークを作ってください。ストレッチ、足先を遠くへ引っ張る、頭のてっぺんは上に、まるで自分がナイキのマークになったかのようなイメージでしっかりと体をしならせていきます。脇腹伸びてる感覚はありますか？深く深呼吸をするとより一層伸びが強まっていきます。ゆっくり息を吸って、深く長くハーッと吐き切って、呼吸をすればするほど筋肉が緩んでいきます。普段の 1.5 倍から2倍ぐらい深呼吸をしてください。はい、いいですよ。入れ替えて反対側の脇腹を伸ばします。横っ腹、脇の下から腰のあたりまでしっかり伸ばしていきます。ふーっと呼吸をしながら、どうですか、呼吸特に吸うときにこのあたりピーンと伸びてきますね。横っ腹、あばら骨、たくさん肺に空気を入れると伸び感が強まります。そしてこの胸が柔らかくなるとどんどんくびれも作りやすくなっていきますから、横っ腹、あばら骨伸ばしていきましょう。胸を張って伸び方が強まる角度を探していきます。上半身の向きを少し右や左やいろいろ向きを変えてみましょう。自分の筋肉と会話をしながら、さあもう一息です。深く思い切り息を吸って、長く吐き切ります。ゆっくり上半身を起こしていきましょう。上向きの犬のポーズでお腹の前を伸ばしていきます。腰が辛い時は肘曲げたままでも構いません。お腹の前伸びている感覚はありますか？少し肩を後ろに引いて胸張りましょう。ここで腰が痛くなってしまう方、呼吸が浅くなる人はお腹の筋肉が硬くなっています。無理なくできる範囲で毎日繰り返して徐々に柔らかくしていってください。腹筋を鍛えた後はしっかりストレッチまで、ちゃんとケアまでしていきましょうね。固めてばかりいると猫背になってしまいます。美しい姿勢を作るためにはストレッチもとても大切です。このまま深く吸って、ゆっくり吐き切りましょう。はーっと吐いて、吐いて、はい、お疲れ様でした。本気で体を変えたい方は概要欄からオンラインで学べるストレッチの学校ユーフィット1週間無料体験をしてみてください。そちらでは皆さんからの質問にライブなどを通じて直接回答をしていますので、お会いできるのを楽しみにしています。そして今日の動画もいいなと思った方は高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。